か。はい、ベネッツラーデン来店しました。はい、まず一発目は乾杯ラスクやっていきます。はい、よいしょいきなりよいしょか、平行糸もか。はい、平行糸をしていただきましたので、はい、続けます。手前を回してください。あ、惜しい、もうちょいだね、これね。うん、左手前にやっていきます。ねじ入れて、よし、いいでしょう。はい、ゲットです。はい、ゲットしました。じゃあ取っちゃいましょうか、わらび餅。この辺かな。あ、そういうのもギリギリだったんだ。ネギアームで奥だね。で、左の景品も狙いつつ、よし、ここでいい感じだ。左の景品も気になるけど、うん、まあまずそこから狙おうか。ネギアームを入れとこう。爪が入ればもう大丈夫でしょう。はい、景品に沿っていくから、うん、よし、この奥をどうするかだね。これを左に持ってこないと、うん、目いっぱい左に、よし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 、うん、下を軸にしてね、今うまく回ったんで、はい、これをこのままもう目いっぱい左でいいでしょう。はい、で、右アームを奥に、あー、ねじれるか、よし、ギリギリ入った。で、すくってゲット。ありがとうございます。ねじれて景品にぶつかって、よし、下まで行った。はいはい、左の奥を狙っていきます。ポケット、ありがとうございます。何回か撮っているんだけど、撮っているんですけど、はい、いつも幅が広い。あ、OK、OK、OK、 縦はめしたいんで、はい、はい、今までこれは右アームの奥を狙えば、はい、縦はめになると思うんで、はい、で、あんまり予定は厳しくしないで、あとは祈ってね、お願いします。お願いします。よし、OK、OK、OK、この形がね、できれば、はい、うん、あとはもう手前をどんどん、ね、やっていければ交互にね、やっていくような形でもいいし、はい、よし、しっかり爪が入る、はい、よし、きた。今度は右アーム手前でやっていきます。はい、爪はゲット。各所1点までなので、リンゴの方を狙っていきます。奥から手前に、うん、お願いします。手はめか横はめか、縦はめになりました。なんかもうここ数ヶ月これやってるよ ね。いつ来ても幅広くてやっちゃう。そう、取りやすくていい、ね、はい、もうどんどん手前狙えばいいからね。はい、左手前を狙っていく。よし、今度は右アーム入れていきます。はい、あ、ぶつかるかな。あ、セーフセーフセーフ、大丈夫。うん、おー、プルプルプルってのはいいね。すごいね、今月100円で2クレジットね、イベントはね、これハイヤーですけどやっていきます。はい、いいね、この100円で肉レはね、ね、うん、あ、ストップボタンもある。押しちゃえ、押して、ね、お、どうしようか、難しいね、ね、まあ、とりあえず前に落とそう。落ちた。奥から手前に寄せましょう。よし、ここかな。
よし、整った。整ったね。うん、ちょうど200円で、はい、いけるかな。食べたいのが安心安全。はい。最速手前。最速手前で。よし。はい、ありがとうございます。あ、右ぶつかる？すごい突き。あ、重なった。これどうなるか。まだ重なっちゃうかな。ああ。なるほどね。なるほどね。結構高いんだよな、高校カレー。500円ぐらいしたような気がするんだけど、2食で。ここで取っときたい。よし、ギリギリ入った。時計回りに回して。いやいや、右のカレーなかったら、ゲットだよね。ね、どうしよう。あのカレーをどかすか。ゴーゴーカレーのちょっと奥でしょ。どう？すり抜け引っ掛けて。あー、分かった分かった分かった。ゴーゴーカレーだけをずらすか。はい、入ってくれ。無理か。おーまい、うまかった。よかった。そのまま続けちゃいます。はい、まあ、もう左手前にあって、はい、はい、横にしましょう。あ、行くんだ。ダビーン。100円で肉入れなんですよ。ほら、すごいすごいよね。なんかしばらく続けるって言ってたから。はい、ちょっとまずちょっと手前から。うん、あ、うん、ごめん、やらかした。短かった、ごめんなさい。蜜は誰にもあります。はい、そうですね。蜜は誰にもありますね。これバランスキャッチいけるかな。確かにいけそう。こんだけ短いと逆にバランスキャッチしやすい。そして3番ボタンを使う。ワンパンではないけど、でも100円のゲットだよね。ちょっと変えてもらいましたんで、はい、ここからやります。よし、これどうだろう。うん、いいね。お、バランスキャッチ。あ、ゲット。ワンパン、ワンパンというよりも50円だね。え、100円で2つ取ったらすごくない？すごい。じゃあバランスキャッチ。はい、あー、いけそう。ね、あー、そりゃそうだよね。はい、ピザポットやっていきます。はい、はい、狙うのはバランスキャッチ。お願いします。あ、来たー。よし、そのまま前に落ちるから。あ、オッケーオッケーオッケー。3番ボタンいける。ね、落ちそうで落ちないよね。惜しいよね。奥から持って持ち上げてくれれば落ちるかな。はい、ゲット。ありがとうございます。横半目はやだな。縦にしたいから、縦はめになってくれれば。はい、ラッシーやってます。届けてたかな。あ、届いた。あ、惜しいな。右アームで手前狙います。これでいけると思うんで。よし、いった。あ、落ちたと思ったな。落ちた。しっかりもぶつかる。入った。よし、行け。はい、ゲットです。これすごい、72食だってね。料亭の味。疑似箱やっていきましょう。あ、3番ボタンあった。ネジですごいな。ぐにゅっていく。よし、これいくらぐらいすんだろうな。1000円かかるかな。
今まで無職でしょ、うん、3000円とかいろいろするかも。3000円しないと思うけどな。1000円いっちゃおうかね、うん、これ4種類かな。何種類？3、うん、4種類かね。長ネギ、豆腐、わかめ、下までいくかな。よし、爪入った。入ったね。うん、んなんか音楽鳴ってない、ね、なんかゲットハンってやってる一回さ、スタンオケーシングやっちゃう。あの人たちやってたよね。で、ねじ出るから下まで行けば。またゲット当てる。くぐった、ね、うん、この音やめなさいゲット判定やってるよこの音やめてほしいな。ゲットしないのに振り向かれちゃうよね他のお客さんから。ゆずさんがずっと笑って泣いてます。笑いすぎて泣いてます。またゲットハンってなっちゃう。ああ惜しい。角を狙っていこう。あ、しまった、狙えなかった本当に落ちた本当にゲットだったね。よかった。景品にエアベッドってすごいね。180センチだから、あ、全然いける。うん、あ、どうだ、スレスレかな。よし、持ち上げてください。お、手前で持ち上げると。そうだね、手前で持ち上げてみようか。だからちょっとでいいんだよね。ちょっと持ち上げて。まだね、つっかえ棒奥持ってないから。はい、うん、あ、奥に持ってってね。あ、奥に持っていく力はちょっとなさそうだね。右ではめていくしかないかな、ね、うん、あ、止まっちゃう、やばい、危ない、うん、で、反時計回りに回して、お、あ、お好き、まあちょっとだったな。左の手前をちょっとまだ少し奥に持っていきたい。うん、よし、スレスレ、これで左に、あー下がってきちゃったか。右奥で、うん、あー、なんか今の形がいいかな。やっぱね、右奥なんだね。あの左の下の角がね、落ちてくれれば。ゲット、やったー、ありがとうございます。いきます。はい、プレイヤーチェンジしてゆずさんに変わってもらいました。はい、せっかくなんでこれもう一個取っちゃいましょう。はい、はい、右アームで奥を狙って、さっきとね同じような感じで。はい、そう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 、おしおしおし、し、はい、もうとことん右アームで奥を狙っていきましょう。はい、で、どんどん奥に引っ張っていくっていう。はい、おし、 OK。 まあね、このエアベッド車の中でも行けるしね、うん、キャンプはしないんだけどうん、家でも使えるしね。右で入るか、来た、よし、左だ、ちょっとか、うん、この隙間に入れて持ち上がってほしい。手前なんだけど気持ち奥で、はい、はい、よし、あ、ぶつかるかな、
足くぐった。です。足持ってきて。来たね、ここまで来た。ね。これで決めちゃいましょう。はい。よし。右で。入った。ゲット。ありがとうございます。すごいの、ね、ビーフカレーセット、これでかいな、ね、ゲット、やった。